つうわけでさ、服選んでもらって悪いんだけど、配信パソコンも今この場で選んで買いたいんだよね。もう信用してないから、ドスパラの店員とか。店員はね、ダメだよ。店員に行ったら100万取られる。マジで、俺も騙されたから。マジ集合値を使ってパソコンも買いたいんで、サイトはドスパラだけど、僕ドスパラ以外のパソコン買えないから、集合値で絶対買った方がいいって。前の服もさ、うん、アート買ったらさ、うん、もう届いたんだよ。いいの来た。めっちゃいいよ。なんでなんで何絶対いいんだよ。ここで買い物するのが、コメント見ながら買い物するのが最強の宅だということが分かった。なるほどね。みんなの意見をな。予算もね、60万円用意してるんで、うん、3台、3台ね。はい。3台、はい。1台あたり20万だがどうだ意外と。いいの買えるんだね。手頃なのあるんでしょ？いけるでしょ。18万でいけるってコメントある、ね、ある、あるろ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 いけるろ僕ね、目つけてんのこれなんだよね。予算的にちょうどいいかなと思って。そうね、18万ぐらい。 Windows 10 Home の Ryzen 7 3700X。 おー、よくわからんが、かっこいい、かっこいい、かっこいいこれでとりあえずカスタマイズしていく感じでどうだろうか。うん、あの構成内容を変更するで、うん、メモリとか上げてこうぜ。行こう行こう行こう。グラフィック機能、ほう、何3090、待って、何それ。上位モデルがおすすめ、はい、カスタマイズをおすすめします。カスタマイズしておくことで将来的にも高解像度の動画編集やゲーム。そうか、さっきの3700の1個上があるよっていうことね。でも3090って言ってるよ、コメントは。3090でも3070でいいよっていう人も。最新のゲームとかやりたいんですけど。お前さっきなんかブーダルくん1個片落ちのちょうどいいやつを2年スパンでとかっていう話してこい。クラボはケチるところか、中岡。お前、お前いつかお前ファンタジーアースやってる時にグラボケチってゴミみたいな環境でやってなかった懐かしそう。なんだっけあん時。ね、セルロン D だかっていうゴミグラボを積んだやつでさ、通常攻撃一発でやるたんびに2秒ラグるんでしかもお前さ、それドスパラにそれ相談どっか行ってさ。そう、行った行った。え、なんか騙されてなかった？言ってよ。ああ、それメモリーが足りないですねって言われて、うんうん、メモリー4ギガのを2枚詰めば、うん、もうバッチリ動きますよって言われて。ファンタジーアースが？そう、6万ぐらいの2枚買って、うん、で家持って帰ってつけるべ。刺したんでしょ？刺したべ。何も変わんねえんだ、うん、で後々調べたら俺の持ってるOS だと、うん、その刺した分の半分ぐらいしか認識さしてないしかもね、グラボが安いし、うん、メモリー変えても意味ねえ、チープだから。そもそも 3D ゲームやるのに向いてませんよって違う店で言われて、うん、足りないのはお前のメモリだな頭の。そうそうでこれダメだったよって言いに行ったら、もう挿して電源入れちゃいました、うん、じゃあダメですねって言われて。っていうのがあるとさ、やっぱ3000一番いいの欲しくなるよね。いいやつ欲しいか。これは投資でしょうな。うん、やっぱこれでさ、ケチって PUBG 動かねえってなったら全部そうだよな。一生後悔するもんね。また2年ぐらい我慢しないここはケチれないよね。う、配信者、ゲーム実況者だし、ここはケチっちゃいけないよね。やっぱ最新のいいやつをな、うん、グラフィックボードオプションは変えられない、うん、来た。これ僕分かんない。これ電源よ。これね、いい電源をつけろとは聞くけど。特徴は電気代が安くなるんだ。へえ、グレードで。おお、何、年間電気代4000円安くなる。そしたら2年で、あ、年間か、年間で1台4000円安くなる。うん、それが3台。いや、めっちゃ安くなるんじゃない。ゴールドでいいよね。ゴールドにしよう。ゴールドにいい、我慢する。いいよゴールドで次はメモリーあ、メモリーかメモリーかさっき俺が言ってたやつだよ。そうだ、今16ギガだね配信するなら64、ありがとう128は今後いるぞものしりだな。わかったわかった、ここケチってもしょうがないよな。おう、ここはな、128だよな。おう、3桁いっとこう飛ばしていこうぜ飛ばしていこう。ありがとうみんな。 SSD もありますけどどんどん来るね次 SSD がありますけども、2テラな。せめて2テラか。今時はせめて2テラか。せめて2テラか。ありがとう、わかった最低2テラ、最低2テラ、ありがとう。うん、そういう情報欲しいよね、最低2テラね。ハードディスクなしはダメだよな。さ、2テラしか記憶できないことになるもんな何も入んねえもんなハードディスクが多ければ多い方がいいぞ8おすすめって書いてる。そうだね、
8かな、その8だね。おすすめマークはね、うん、おすすめされてるだけの理由があるでしょう。コメントでもこんだけやってる間に決まりました。はい、以上の構成でこれで、1台48万。あらら大丈夫か。3台買うんだよ。予算で1台カツカツじゃねえかよ。予算で1台しか買えない。何を減らせばいいんだよ。3000、やっぱグラボか。グラボで12万だったっけ。グラボ落とせばいいのか。グラボ落とそっか。落としたらいくらになる。3070にしとこうか。とりあえずね、わかんないからな、うん、ほら36。それでもな、100万いくよな。オーバーしたな、100万。あ、プラス税かこれ。あ、そう。10% だ。1台40万です。オーバーどころか2倍だね、予算のね。そうそう、120万かかるんだね。メモリ128がやりすぎかな。1個下げるか。後悔しそうでな。これでさ、さ、買いましたと、64GB で、うん、3070で買いましたと、うん、配信中 PUBG やってさ、うん、1回でもさ、今楽ったりとか言ってみ、コメントでだからなって言われるでしょ。だから言うこと聞かねえからなって。俺は言ったぞって。愚かだなって言われるでしょ。騙されたと思って3090にしたけど、分かった分かったよ。分かった分かった、君分かった。もう3090分かった。電源も戻すよ。これ買うよ。これで買うから、 PUBG でカクついても怒んないでね。これで買う、これで買うよ。50万超えで買った。ありがとう。これもう3台買うんで、お楽しみに。次の PUBG 放送、はい。 PUBG どころかな、何でもできるで、この後ほんと何でもできると思う。なあ、今までスペック的に足りなくてできなかった最新ゲーム、モンハン最新作やるわ。やろう。よっしゃ。スイッチでできるグッズ。パソコンでしかできないやつやろう。そうだよ。なんでスイッチでできるゲーム。多分いいんだろうな。多分超絶いいんだろうね。すげえ早いっていう。すいだと思うよ。これしか考えられねえってなるよね。ボタン押す前に動くくらいのさ。超能力。あー、よかった、パソコン決まってよかった。高い買い物だからさ、うん、大事だからね、これはな。2年に1回の高い買い物だから、みんなで決めたっていう、うん、この安心感がやっぱりね、それね、大事だね。あと自分一人で選ぶと分かんないんだよ。あとでコメント全部見返して、うん、もう一回決め直すから、もう一回ね、ちゃんとしたいね。でもちゃんといいやつ選ぶから大丈夫、はい、これ以上いいもう選びようがないしな、さっきの見た感じの。ここだとね、電源もメモリもグラボも全て一番いい、ほぼ最上のやつ選んでる。選択肢なかったな、あんまり。じゃあ一番いいの選ばなきゃダメだよねみたいな感じだった。そうそう。何々一択とかばっかりだもん。